激突編集担当 VS 新入営業社員、挑戦していただくのはこの5種目。コード早巻き対決スタート。勝利は渡辺さんです。勝者渡辺さん、2対0で渡辺さんがリードとなります。ガラス水切り対決です。窓掃除といえば水切り、スクイージーというこの水切り道具が活躍します。このスクイージーを使ってこの2枚のガラスを拭くスピードを競ってもらいます。僕がこっちで谷さんがこっちですか？そうですね。ちょっと錯覚かもしれませんが、大きいように思うんですが、カバの目には平等に映ります。じゃあ大丈夫です、勝ちます。準備が整ったようですね。それでは用意スタート。はい、そこまで。渡辺さんが先に終了したので仕上がりをチェックします。仕上がりはどちらも綺麗ですね。ということでこの勝負、勝者渡辺さん。ただいま3対0で渡辺さんの圧倒的有利になっております。後半戦で取り返します。フラットモップ早拭き対決。カバーオールのお掃除の一つの特徴でもあるフラットモップ、今回はこのフラットモップでこの会議スペースの床を拭き上げる速さを競います。ここは渡辺さん楽勝じゃないですか？いや、僕の拭く範囲がまたむちゃくちゃ多いみたいなんですけど、うん、一緒です。あ、一緒ですか。じゃあ頑張ります。自信はいかがですか？自信はあります。頑張ります。それではやっていきましょう。先行は渡辺さんです。それでは位置について、よーいスタート。今回はあれですね、机の下はしなくていいということなので周りだけやっていきます。渡辺さんのタイムは33秒でした。続きまして谷さんの挑戦です。位置について、よーいスタート。のタイムは 18.66 でした。ということでこの勝負の勝者は谷さん、おめでとうございます。谷さん初勝利です。いかがですか？めっちゃ嬉しいです。やっとの勝ちなので、はい、渡辺さん負けてしまいましたね。はい、さすがに倍は無理でした。対戦成績は3対1で渡辺さんがリード。では次の勝負に行きましょう。営業テレアポ対決。今回の対決企画の目玉といえます営業テレアポ対決。お二人には15分間本気でテレアポをしてもらいます。営業電話をかけた数1ダイヤルごとに1ポイント、ご担当者様のメールアドレスをゲットできたら5ポイント、アポイントが取れたらなんと20ポイント入ります。1日テレアポしてアポイントが取れるのは平均1から2件ということなので15分では難しいかもしれませんが、ぜひ頑張ってください。この対決のポイントは勝負のポイントにそのまま加算されます。頑張ってください。栄えある勝者は
よろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。